皆さんおはようございますバーティン。ではのミラクルボーイ、A 級巨人ファンのキングタクです。えー、っと、野球代表、あの、えー、ワールドベースボールクラシック控えてる中、監督が決まった模様です。稲葉監督の後任として、元日本ハム、今年まで日本ハムの監督を務めた栗山秀樹さんを一本化することが明らかになったそうです、関係者で。はい。まあ。 そうですね。はい。大谷翔平さん、召集の可能性もあり得ます、侍ジャパン。メジャーからの召集のチャンスもあるそうでございます。はい。まあ、そうですね。いろいろ若手の育成も育て、そうですね。はい。実はヤクルトに入団して、まあ、ゴールデングラブ賞を獲得し、外野として、まあ、90年に引退したそうでございます。2012年に日ハム就任すると1年目で優勝、16年にリーグ制覇、 固定概念にとらわれない、まあ、柔軟な思考で、大谷選手、いろいろ指揮したそうです。これ、若手の育成、本当にすごい。まさに上昇軍団の監督と言っていいでしょう。はい。まあ、他にも候補、ラミちゃんとか、えー、原監督、あとはまあ、そうですね。いろいろいましたね、候補、はい。というわけで以上です。バイバイ。